とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は完全攻略やっていきます。今シーズン、ちょっと難しいです。特に、序盤、終盤、難しいので、注意しながら行きましょう。とにかく囲まれないようにね、敵が結構多いので、囲まれないような立ち回りをやっていきましょう。どうしても囲まれることもあるよ。あるけども、できるだけ頑張って囲まれないようにしてください。OK。最初のあいつが強いのよね。むちゃくちゃあいつ強いんだわ。あぶれ。よし。危ねえ、死ぬかと思った。よし、ギリだったな。うん、まあまあとにかくいけてよかったです。でここでね、回復のトーテム取ってください。回復あるなしで全然違いますんで、トーテムを取っていきます。で遠距離の敵は結構いるのよ。なので遠距離攻撃を防げるような場所を、探して戦っていくといいかなと思います。 OK、 よし。で回復のトーテムも使いながらいってくださいね。むちゃくちゃ多いんだわ本当に。で結構うっとうしいやつらがいる。ナミスタ、はい、ギリがないとまだ来たか。あでアイテムはね結構出やすいので、そこそこそれで回復はできていけるのかな。 OK、 あと1体でーす。2回クリア。1、2回難しいからね。3回まで難しいか。で、ここで影取っていきまーす。忘れてた。あのね、これ、輝き、2回から入れれるので、輝き入れてると、またちょっと違いますんで、輝き入れるようにしてください。輝き入ってると、ほんとね、結構 HP 落ちます。ここはまず、シュルカーを倒して、そこからスタートしましょうね。 OK、 でシュルカー倒した後はもうここで動かずに戦っていけるかと思います。回復のトーテムを使ってね、で輝くもバンバン発動すると思うので、これで大丈夫だと思います。 OK、 多分倒したはず、残ってないと思う。はい、3回クリアでーす。3回は、ドラですね。アーティファクトが結構序盤から揃ってくれます。でここもまずはシルターから倒しましょう。あとこっちね。シルターの攻撃は食らわないように、どうしても食らっちゃうんだけどね、極力壁に当てるとか敵に当てる、そういう風な形で。あ、ミスった。ポーション早めに使ってしまった。まあまあまあいいか、多分大丈夫。よし、 OK。 こうなると結構ダメージもらうので注意しなきゃいけないけども、まあまあまあ大丈夫ですね。よし、で箱は必ず取るようにしてください。矢があると結構ね楽になりますので、よし、
あ、おお、よかった。上のシュルカーはまあ無視して OK ですね。で、ここバーストクロスボウがいいかなと思います。エンチャントで毒の雲とマルチショット入れとけばまあまあいいでしょう。おお、いいね。毒の雲がね、意外といい感じですし、これ、マルチショットが発動しやすいです。基本的には、弓多めで戦っていった方がいいんですけども、まあ、どうしても矢が少ないよという人はちょっと節約する感じでいってください。ほんと弓で戦っていくとすごく楽です。終わり。5回終了。5回は何もいりません。で、結構もうこの辺になると剣の火力はもう不足してるんですよね。なかなか倒せなくなってるので、ここはね、もう弓を惜しみなく使っていった方が安全かな。危ね。耐久力ないですからね。で、そして回復のトーテムで、まあ、回復も入れつついきましょう。回復のトーテム、まあ、そこまで回復はしないんだけど、まあ、そのちょっとの回復が結構ギリギリ耐えたとかになるんで。で、ここで傭兵を変えていきましょう。で、エンチャントでクールダウンですね。クールダウンはあとあと3まで入れます。で、ここがね、結構むずいのよ。とにかく弓で戦うようにすると楽かな、うん、で、危なくなったら危ね危ねすぐに影化をする、うん、影化して避けるようにしましょう。あれ、で、この先も結構ね難しいので、まあ、危ないなと思ったらすぐ影化ね。よし、 OK。結構矢を使ったけども、まあ、今回矢筒結構出てきてくれたので大丈夫です。で、ここでアップドラフトと回復のトーテムを変えていきましょう。もう序盤はね、ずっとね難しいのよ、やっぱ。でも近接はもうほぼ役に立たないと思っておいてください。弓もしくはアップドラフトで戦う感じね。で、持ってジオマンサーが欲しいので、まあ、足止めを あまりされないようにね注意しましょう。できればね、ジオマンサー早めに倒したいですけども難しいんだよね。あぶね。あそこのエンチャンターはまあまあそんなにエンチャント届かないので、まあまあ今はちょっと届いてるんだけど、すごく無視で大丈夫です。一番最後の最後に倒して OK。 はい、おしまいっすね。おい、8回終了。剣を取ります。剣ですね。で、エンチャントで働き鉢だけでいいと思います。で、クールダウンと瞬足入れていきましょう。まあ、とにかくあれだね、クールダウン OK。 クールダウンが3になればアップドラフトかなり使えるんですよ。
なんでアップクラフトを使って倒していきましょう。もうラビジャーがいるんで、うまいこと当ててやるといいですね。危ない危ない。レンジャーさんはどうするのでね。おい、9回ですね。9回クリア。コグです。コグクロスボウを取ります。でまずはバーッといきましょう。はいはい。んでアップドラッグがすごく使えます。アップドラッグどんどんやっていきましょう。クールダウン入ってるのですぐに使うことができます。あとこっちね。で下にもいくつかいますけども、よし、アップドラフトもあるし全然大丈夫ですね。よし、あと3匹か。ああ、2匹だった。おしまい。10回終了。10回いりません。あ、まあまあ、あのミステリーがめちゃくちゃ良かったらいいんですけども、まあまあそういうこともほぼないでしょうけどね。でもってユニークです。ここでは傭兵を反逆者に変えていきます。傭兵反逆者ね。はい。でボスです。でエンチャント入れていきましょう。長弾ですね、2でいいと思います。であとは瞬速をね入れていきたいところ。まあ3でもいいけど、まあ、60% 40% だったらば、まあ、ほぼほぼ長弾してくれるのでいいんじゃないですか。おーい、うまくいけば2ターンで倒すこともたまにあるんですけども、今回はどうでしょう。ちょっとうまいこと狙っていきます。ドラを当てて、アップドラフト、ドラフトと弓をメインで使っていこう。あー無理か。まあなんかちょっと微妙な感じになりましたけれども、いいでしょう。では次でおしまいですね。あまり弓使わんようにしよう。なんか若干減ってきたな。残り170本ぐらい、意外と必要なのよ今回。でここでパワーシェイカーですね、アップドラフトと変えていきます。まあ、アップドラフトのままでもまあいいとは思うんですけど、まあ、ちょっとでも火力を上げるために入れてます。ひどい。まずは、ネクロマンサーを倒すようにしてください。まあ、とにかく鬱陶しいのであいつが。まずはネクロマンサーを即倒す。 OK、 いくぜ。あ、ちょっと待って、入れ。はい、完璧だね。よし。であと1体下にいたかな。あれ、いないぞ反対側か。あ、いたいた。しゃあ、いや、うそ、いた。意外と隠れてるんだよね。で13回クリア。両馬斧を取っていきます。で、エンチャントですね、邪悪な村人の破滅と旋風入れてください。
危ない危ない危ない、むちゃくちゃ食らうじゃん。いい、まあまあ終盤はそんなに難しくないかなって思ってます。難しいのは序盤と終盤だね。うわ、ちょ待て、危ないよ。はい、14回これで終了、何もいりません。あーで、エンチャント入れていきましょう。瞬速3ですね。瞬速入ると結構ね、快適になりますもんね。特に3、うん、2ぐらいからちょっと効果が見えだすけど、3入ると結構動きに余裕が出るんでね。よし、意外といいのよな、ここ。でも強い敵はいないので、まあ、そんなに注意することもないか。あ、クリーパーがちょっといるか。クリーパーちょっといるけど、まあ、全然大丈夫だと思います。で、ここでハープン取ります。うん、火力はこっちの方が上かなと思いますので、ハープンにしてください。んで、旋風上げていきましょう。で、ハープンにこれ火属性、これ1でいいです。十分ダメージ与えることができますね。いきます。ここも特に問題はないかな。そんな難しくはないと思います。よし、まあ、極力扉を開ける前に倒すことができてればいいかな。ある程度、まあ、全部倒すのは無理なんで。よっしゃ、終わり。で、これで16回終了です。で、武器変えます。クレイモアですね。やっぱこれがね、火力高くて使いやすいです。で、エンチャントですけども、火属性と待ち伏せで、クリティカルですね。クリティカルは2でいいと思います。で、あとあと、待ち伏せとかをパワーアップさせていきましょう。しゃ、いいね。やっぱね、これは超高火力で使いやすい。よし、特に影化との相性がいいんでいいっすね。はい、おしまい。パワーシェイカー使わんでよかったな。で、ここ、いろいろ強いのあるんですけども、まあ、いらないかなと思います。このまま火力特化でいった方が、早いような気がする。まあ、あとあと、ポーションバリアがね、ちょっと欲しいなーっていうところは、出てくるんですけども、まあ、これでも全然、大丈夫です。で、敵が多いです。敵多いけども、このハープーンがね、ここね、結構役に立つんですよ。危ない、ハープーンがかなりいい感じ。よし、あー、よし、危ねえ。よし、オッケー、おしまい。で、これで18回が終了です。何もいりません。勇者も強いんだけどね、勇者も強いんだけども、いりません。で、ここで
反逆者あげます。でこれで反逆者は完成です。でここ影化してこの2発目の振り下ろしを当てます。よし、終わり。振り下ろし当てればもう一気に終わらせることができますので、そういう感じでやっていってください。で弓をハンタークロスボウに変えていきましょう。ソウルがほぼマックスなのですごく使えるかなと思います。でつけるエンチャントですけども、弱体化と虚無11でいいと思います。で残りは武器を強くしていきましょう。OK、この弓はね結構クリティカルが出て強いです。よし、 OK。 でこうまだ全然中盤でそんなに難しくないと思います。難しくなるのは25回過ぎぐらいだったかな。うん、ほんと最初と最後だけだもん今回難しいのが。ナイス、矢が嬉しいね。はい、おしまい。どんどん行きましょう。ここ何もいりません。でエンチャントポイントが増えてきたらまた武器に入れていきましょうね。 OK、 はいはい。でもうソウルはほぼマックスなんで、よし、危ないよ。どんどん影化していってください。 OK、 どんどん使っていっていい。結構ね、エンチャントされて強かったりするやつがいるんで、まあ、影化してうまいことね、エンチャンターと同時に倒すとか、そういう風にしていくといいですね。はい、22回終了。何もいりません。うん、誕生と終焉強いですけどね。ちょっと癖がありますし、まあ、こっちの方が、万人受けするかなっていうところでこれでいってます。よし、 OK。 確かにあれだったらば、よっしゃ、危ね、今ギリギリだったな。よし、てかパワーシェイカーを全然使ってなかったね。パワーシェイカーを全然使っていけなかった。あの乱戦の時はパワーシェイカー使わないと。全然あることすら忘れてた。23回は何もいりません。ちょっと待って、一発目から当てていくよ。よし、よし、いや鬱陶しいなこれ。よし、敵が鬱陶しい。 OK、 いや嫌な敵ここ。よし、まあ、回復を入れときましょうか。で弓で上の道とかを倒しておきます。 OK ね。どこだったっけ、ここだ、こっちか。難しい、やっと正解した。ここが結構時間かかるのよね、正解を見つけ出すのに。よし、おしまいね。
24回クリアで、ここでね弓をこれスペルバウンドに変えていきましょう。まあ、火力こっちの方があるかな、うん、まあどうか分かんないけども。んで、このクレイモアを全て3まで完成させてから上げてください。何がついた8、おお、いいね、いい感じだよ。ということでいきます。でスペルバウンドのエンチャントを入れていきます。マルチショットと、長弾が欲しいんですけども、まあ、どっちでもいいですね。これ的にはまずはマルチショット入れた方がいいかな。でここは弓で戦っていけると思います。風使いが、まあ、攻撃したらちょっと後ろに下がるような感じで戦っていくといいと思います。これ真ん中にね突っ込んでいくと結構危険なんですよね。あのクリーパーが潜んでるので、なんでクリーパーを倒した後ぐらいになったらまあまあまあ突っ込んでいくかな。よっしゃ、おおおおい、2回食らうし、2回食らうの勘弁してよ。痛い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 。蜂がいい感じだね、近接で倒すと。で持っておしまいです。でここ箱がありますので、まあちょっと弓がないな、矢がないなっていう人は取っていってもいいんじゃないでしょうか。で26回終了。でここでね、これ守護のトーテムとパワーシェイカー変えていってください。パワーシェイカーが、まあ、あんま火力ないんですよ。なので終盤敵の火力がものすげえ増えます。そこを、守護のトーテムで守ってあげることができれば、全然難易度が変わってくるかと思います。 OK、 ああエンチャントね、長弾も入れておいてください。あれやっと、よし、あと影か使ってうまいこと倒してくださいね。よし、うわ危ねえ、か影か2回押ししてしまった、もったいな。であとはここ倒しておしまいかな。あ、まだいた、あれまだいる、あーそこか、意外と多いのよ。でこの27回から29回かがとにかく難しいので、まあ、注意してください。何もいりません。でここがね、あの敵多いんだけども、守護のトーテム使ってあげると結構難易度が下がるかなと思います。ここ守護のトーテムがすごくいい感じです。おい固まるなって、よし OK、 当たってねえな。ほんとね、敵の火力がここねものすげえ高いのよ。なのでもうどこよりもここは注意が必要ですね。一気にダメージもらっちゃうんで。よっしゃ、危ねえ。守護のトーテムの中から攻撃してあげるとだいぶ楽になると思います。よっしゃ、おい、あと1体いる。ん、
ハンナー、ここか。分かりづらいとこにおる。はい、28回終了。注意してくださいね。何もいりません。で、ここも敵が多いのよ。注意が必要。あー、で、エンチャントね。マルチショットと長弾を上げていきましょう。うん、ういし、いけないか。で、向こう側に渡ってからが多いので、まあ、そこで守護のトーテムがすごく役に立ちますんで、守護トーテムを使っていきましょう。 OK、で、反対側も敵が多いので守護トーテムを使っていってください。あぶね。よし、いいんじゃないですか。で、こっちも意外と多いのよね。よっしゃ、終わり。こんな感じで守護トーテムをうまいこと使ってください。で、コグクロスボウ、最後の最後変えます。エンチャント別に何でもいいです。もう何でもいい、むしろ入れなくてもいいぐらい。いきましょう。もうとにかくドラとハゲトナを使って一気に出ていきます。はい、あれ、あ、影か。あ、できなかったのか、ソウルが足りなくて。あー、なるほどね。 なんかダメージが少なかったなと思ったらそういうことでした。全部ダメだな。アズールシーカーとか、これユニークだけど、ほぼ使ったことないですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。